ジョッ前回、えー、月曜日はですね、えー、佐々木、えー、休養をもらってまして全社移総チェック、えー、楽しみにしていただいた皆さんお休みして申し訳ないです、えー、また今週から、えー、しっかり全社移総チェックやっていきたいと思いますということで、えー、今回 8月25、26、27、3連戦、12球団、全試合総チェックというところで、いきなりやりたいと思います。まずはですね、ヤクルト、巨人からということで、8月25日、4対8、巨人が勝利。そして26日、5対12、巨人。そして、27日、2対5で巨人。巨人の3連勝というところで、まあ、その中で、火曜日25日、4対8で巨人勝利というところでですね、な、ま、ん、あ、といっても、火曜日はが、 82年ぶり、開幕9連勝と、えー、まあジャイアンツでは、斎藤正樹さんをの記録を抜く、えー、開幕9連勝という、まあ素晴らしいピッチング。まあ初回にですね、まあ2失点したものの、えー、そこからのしっかり立ち直り、えー、まあエース、まあ素晴らしい、えー、投球だったなと。えー、まあその中でも、まぁ、あ、ヤクルトはね、 勝つ可能性なかったのかというところで、まあ、考えてみると、ですね、やっぱりその中でもあったというところで、まあ、ヤクルトのキーポイントは何やっていったところで、まあ、初回、坂口がレフト前ヒット、そして山田がセンター前ヒット、青木ライト前タイムリーと、えー、3連打がいきなり出て、で無視、1、2塁で、ここで、えー、村上がワンボールから6、4、3のダブルプレー、フ、ね、ォークボールを打ってダブルプレーになるっていうところが。 まあそこで流れを切ったっていうところがねヤクルトにとっては痛かったかなと一気にねもっと点を取っておきたかったかなと、まあ、その後ねツーアウト、三塁になって雄平がねレフトへタイムリーって2得点はしましたけどもあのダブルプレーがねヤクルトにとっては、まあ、最初で、まあ、最後のキーポイントだったかなっていうところがあってね。 えーまあ、菅野は、ね、よく抑えたと言ってしまえばよく抑えましたけどもあそこでという、ね、ところは、ね、初回ありましたね、まあ、あとはです、ね、7回ワンアウト一・三、ま、塁、あ、中島の打球で、まあ、3球目、ね、丸が盗塁、まあ、ピッチャー長谷川は、ね、無警戒というところで、まあ、完璧に盗塁されましたけど、まあ、それの時もえピッチャーカットだったんですよね。でピッッチャーカットになってピッ キャッチャーがピッチャーに投げてのに山田テストがセカンドベースに入るっていうねちょっとここが作戦面ちくしてんなとえそれ何やっていうと、まあ、基本的にピッチャーカットの場合は二遊間っていうのはセカンドベース入んないんですよね万が一打った時にその動いて失点しないようにするために、えー、そこは野手は動かないですよねなぜならどうせピッチャーカットするからっていうところでセカンドの山田テストがベースに入ったっていうところはひょっとしたら山田テストはサインを見てなかったのかなっていうところでねバッと。 というところになりますよ、ねまあその後中島もねフォアボールを出したんですけど、まあ、あの場面でねこの1点を防ぎに行って、まあ、大量失点し,、ま、してしまったっていうまあもう如実に分かる例でしたね。あれも中島勝負に行って犠牲フライでも打たして1失点でもね 1>, 1失点してもいいよっていうね、ところで攻めたかったところをやっぱり1点も取りたくないと、まあ、相手が菅野やと、これ以上失点したくないっていうところでね、まあ、その時点で2対2だったんでね、まあ、その精神的に追い込まれたところがね、まあ、中島をフォアボールに出してしまったと、でその後ツーアウト満塁になって、菅野がね、センタータイムリーツーベース3点、満塁からね、走、え、者、ー、一掃ので、しかもこれもね、あのピッチャーし下、えー、前の打席、外のカットボールをね、 セカンドライナー打たれてるにもかかわらず、まあ、インコース、ね、投げましたけど、1球投げた後は全部外。 そこでしっかり打たれるっていうところでね、まあ、大下といえばやっぱりインコースのね、シュート、そして外のスライダーっていうところがね、僕は勝負球だと思いますけども、まあ、菅野に対してもね、そこをしっかりシュートをもっと多倒してもよかったんじゃないのかなと、そこでね、ビビっていては、結果的にタイムリー打たれて自分の首を絞めるっていうパターンになったんで、そういったところの攻め方にね、バーっとっていうところもありますし、中島をね、1点防ぎにいって、フォアボール出したことによって、結局7回、 5得戦されるとで2対7もうほぼ勝負は決まるっていうところのね、まあ、展開になってしまったかなとでこのね1試合通して原監督はね常に鬼の行走あの菅野が打った時に若干微笑みましたけど基本的にはもう初回から厳しい表情で、まあ、確かに連敗中でね神宮に乗り込んできたっていうところもありますしやはり菅野をねこの開幕9連勝っていう大記録を達成させやりたいっていう思いがあったところのねもう常に眉間にしわ寄って今年一番 厳しい表情だったんじゃないのかなっていうぐらいの厳しい表情で戦った火曜日の試合に見えましたね。であと8回表ね、6点差でダブルスチール、暗黙の了解、アンリントンルール、どうなってんだっていうところは、明日の動画で詳しくお伝えするんで、今日はこれまでっていうところでね、まあ、火曜日はそんな試合でしたね。えー、そして水曜日26日ね、5対12ということで、まあ、巨人はね、初先発、ディプランがね、 1>, 1回31球3安打1三振1フォアボール3失点2ホーマーというところでね、まあ、投球全投球見ましたけどもま,まだまだね修行必要かなと。ボールをね 動かしはいいっていう問題じゃまずないというね。で真ん中向きに全力で投げて、まあ、ストレート、カットボール、えー、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、ただ投げてるだけ、厳しい言い方になりますけど、これはね、ちょっともうちょっと修行が必要かなっていうところで、まだ1軍レベルじゃないなっていうところは感じましたね。まあ、あの登録抹消されてたんで、ねまあもう1回ね、2軍で、えー、しっかり技術を磨いて、急、まあ、速とかの、ね、力はあるんで、もうちょっと細かい、ね、投球術っていうのを、まあ、身につけてもらいたいなっていうところはありましたねそれで、まあ、ヤクルトのね。 キーポイントで考えるとですね、まあ、5回裏代打宮本がレフトへヒットそして坂口がホームランで山田レフトへのツーベースでここでピッチャー交代高梨ってねそれまではピッチャー桜井でしたけどでノーアウト2塁でここで青木が三振村上フォアボール代打西浦ライトフライそしてエスコバーサードゴロで追加点ならずこのね宮本ヒット坂口ホームランで2点取ったでそこから山田のツーベースでこっからね もう1点でも追加点取ってると流れは変わったかも分からないところで、まあ、青木が三振、ここは最低でも進塁打打っておきたかった、まあね、あの今日二27日と試合で高梨からホームラン打ってね、昨日の接続を果たした形になりましたけど、ここで最低でも進塁打、まあ、その後ね、フォアボールであのランナーを詰めて、西浦でエスコバ追加点、ここがね、この決めれるところで決めきれなかったところがね、最後、もう一気にね、 まあ12失点というところにつながってしまったかなとあとまあヤクルトの投手陣はちょっと牽制とクイックの練習をした方がいいですね簡単に走られすぎというところでね、まあ、巨人がねあの6回表、ピッチャー長谷川、まあ、変わりっぱなフォアボール、まあ、バーッとねピッチャー変わりっぱなでいきなりフォアボールは、ね、テンション下がるというところでねそこはしっかり投げてもらいたいなというところもありますし、まあ、岸田がフォアボールそしてダイソー・マスターが出てきて初球にスチール、まあ、スライディングもこのベースのベースがあったらこの角にスライディングしていくというね一番 こっちからボールが来るんで一番タッチがね遠いところこのスライディング技術っていうのをねマスターグアフトグアフト まあさすがだったなというところと初球をね走ったところも素晴らしかったっていうところもありますしでまあ吉川がねここはきっちりセカンドゴール進塁打を打って重信、レフトへのねタイムリーヒットでねもう少なくフォアボール出て盗塁して進塁打を打ってヒットで決める最高、グックっていうところでまあ重信もそうだし増田もそうだし途中出場コンビの活躍っていうところもねこのジャイアンツの今年の強さでもあるかなっていうところでねそういう選手たちの活躍もグね まあ、ピッチャー、片張りね、あの重信盗塁でウィーラー、そのあレフト前タイムリーで逆転というところでこの足を使いながら、えー、逆転にしていくっていうねでその後大量得点というところのこういう攻め巨人の細かい野球というのは本当に素晴らしいなっていうところもありますし、まあ、ヤクルトの投手にね、先ほど言いましたけどもうちょっと牽制、クイックをしっかり徹底してやらないともう隙をね、疲れすぎっていうところでバーッと。 っていうね、いうところもありますよね。で、今日の試合、まあ、二対5というところで、ね、まあ、ヤクルトとしてのやっぱキーポイントは3回裏ね、ツーアウト。 から青木がフォアボール、山田フォアボール、村上フォアボール、まあ、3者連続フォアボールで戸郷からねチャンスを作ってエスコバ、スリーボール、ワンストライクから見逃せばボール球、押し出しのところをそれを振りに行ってショートフライ、あれを見逃せるかどうかがポイントだったところで、まあね、なかなか見逃せっていうところも難しいし、スリーボール、ワンストライクでストライク1、の3でねいった気持ちも分からんでもないですけど、ああいうのを見逃せないと流れが変わらないっていうところでね、まああそこ、そして後回裏ね、ツーアウトからこちらも、ね、山田レフト前ヒット、で村上ライト前ヒット。 ツーアウト、一、三塁になってエスコバーがライトフライというところでね、ちょっとエスコバーのね、1本が出なかったっていうところでね、まあ、チャンスを生かしきれないっていうね、まあ、ところだったかなと、でまあ、巨人はね、4回裏、ツーアウト、三塁でね、ヤクルトのピッチャー、高梨がライト前打って、それをライト、松原はファーストスローで、アウトでピンチを出す、グッと、ね、松原の、まあ、き今日はね、打撃では、あの初回ね、バンド失敗したりとか、ちょっと打撃ではね、貢献できなかったですけど、ああいうプレーをね、できる、その準備の良さ。 っっていうところが本当に松原ね、素晴らしかったな。グッドプレー、ね、何回もグッドグッドグッドって言いたいぐらいのね、まあ、素晴らしいプレーだったなっていうところもありますし戸郷、まあ、はね、まあ、5回無失点7勝目というところでね、まあ、要所要所でね、しっかり低めに投げれたなっていうところね、まあ、ピンチもありましたけど粘り強いピッチングができたでその後ね、高梨ホームラン打たれましたけど、中、ま、継、あ、陣も、ね、しっかり仕事ができたっていう戦いぶりでしたね。 であと、この3連戦、ジャイアンツ、なんて言っても大きかったのが、やっぱり坂本、丸の活躍、えー、火曜日は、ね、5打数3安打、1打点、坂本、そして丸は6打数2安打、水曜日が6打数2安打、3打点、えー、坂本で、丸が4打数1安打、えー、木曜日、3打数2安打、そして丸は3打数2安打、1ホーマーというところで、まあ、坂本はこの3連戦、14打数7安打っていうところで、まあ、打率5割、そして4打点っていうところで、まあ、打撃がね、 えー、上がってきてきるしで丸もです、ね、13打数5安打打率3割8分4厘2打点1ホーマーというところでこの坂本と丸と、ねまあ、活躍というところも、ね、このジャイアンツの3連勝を、ね、押し上げた、えー、結果になったなというところで、まあ、今後の、ね、戦いにおいても怖さが出てくるんじゃないのかなと思った、まあ、巨人の、ね、3連勝という戦いでしたね。 え続いて、えー、d n a 対広島火曜日5対4で d n a さよなら勝ちというところでねで水曜日26日4対2で広島そして今日27日3対2で d n a まあ2勝1敗でね d n a の勝ち越しというところでね、えー、試合が3連戦終わりましたけども、えー、火曜日、えー、広島はねやっぱりねちょっとずつのミスがね結果的に1点命取りになったかなとまあ2回ぐらいね2点取られワンアウト三塁戸柱のね えショートゴロ、これをね、カープが前進守備を引いてて、まあ、打球はね、ちょっと二遊間寄りにいったけども、ほぼ正面、田中康介ので、これが、ホーム送球せず、3点目が入ったんですけど、まあ、三塁ランナーはね、スタート見てたらゴロゴギャンブルスタートではない。だから、あれを一発でホームに投げたら、多分アウト。 それを、まあ、できなかったっていうところでね全、まあ、身守備を引いて作戦面も取ってたのにアウトにできなかった、まあ、らしくない、ね、プレーだったかなっていうところもありますしあのでもその中でも、まあ、いいプレーというのがね、まあ、攻撃で5回 ね、得点に結びつけるわけですけども、まあ、松山、堂林の、ね、ダブルスチール、えー、ワンアウト、ね、一、三塁、まあ、長野が、ねまあ、エンドランの形になったのかなラインドヒットのね、まあ、そこで、えー、空振り三振をするわけだけども、まあ、堂林が、ね、もうキャッチャーが投げた瞬間に走って、まあ、素晴らしい、えー、タイミングで走って。 松山が挟まれて1点取ったとっいうね、あのダブルシール、グッとね、まあ、素晴らしい攻撃だったかなというところはまあ,ありますね。で、まあ、d n a としても、まあ、上地谷りがね、まあ、ストレート、カットボールの、えー、請求、えー、力強さ、えー、本当に素晴らしいピッチングだったかなと思いますし、攻撃ではね、まあ、中途半端なところを目指しましたけど、まあ、4回裏ね、ツーアウト一・二塁で、まあ、戸柱の、ね、サードゴロ、九里が補給ミスをして、 サロがね三塁回って、本塁へね中途半端な形になって、挟まれてアウトになりますけど、行くんだったらもっと思い切って、ただ走っただけに見えたんでね、行くんだったらもっと全力でホームへ、中途半端になったら止まるっていうね、ところが大事なんだったんじゃないのかなと、ツアーアウトだけにね、あそこでまあ栗がね、ファーストゴロ、ファールをポロンチョして、すぐね、ホームに投げた、あの判断のね栗のプレーっていうのは素晴らしいものがありましたけど、ちょっとね、佐ンの走塁、バッと。 っていうところもありますし、まあ、7回表ねねピッチャー山崎、ね、ちょっとストレート、力ないあなんかこう腕の振りの形でボールに力が伝わってないのかなっていう形になって、まあ、坂倉、ね、センター前ヒットピレラ、レフト前ヒット、まあ、ドバイスタートゴロで、ね、2、3塁になってピッチャー交代とで、まあ、エスコバになってです、ね、そこから松山の、ね、セカンドゴロで1点超のセンター前タイムリーで、まあ、同点になってしまうっていうところでね まあちょっと山崎康明ね、調子いい時に比べると、ストレート、力ない、変化球、切れないかなっていうところが、まだまだね、続くかなっていうところになりましたけども、まあ、あの最後ね、まあ、堀江が、えー、広島のピッチャー、堀江がね、ツーアウト一、塁で、まあ、大和にね、初球、ほぼど真ん中、あのインコース、キャッチャーはインコース構えてましたけど、インコースになった球がほぼど真ん中になって、まあ、それをね大和が仕留めて、サヨナラヒットっていうところでね、大和、ぐわッと。 ナイスイトまあ、それまで、ね、打っててなかったんで精神的には苦しかったと思いますけども最後の打席でねしっかり打ったっていうね集中力、グわっと思い切りね堀江としてはなぜ初球ど真ん中もっと慎重に丁寧に初球、ね、コースを狙って投げる必要があったかなこれは防げるさよならヒットだったんじゃないのかなと思いましたねえそして26日、まあ、2対4でね広島の勝ちというところで、まあ、広島はね西川が真っ勝というところで、まあ、野間がね代役で1番センターで、まあ、4打数2安打、ぐわッと。 素晴らしい活躍っていうところもありますし、まあ、3対2ね8回ね二塁ランナー、えー、パットを投げる前にスタートでね挟まれるアウトバッとねあの走塁いけませんね思いっきりの良さはね変えますけどちょっと無茶っていうところはありますよねこの3対2なんで、まあ、もう1点ね追加点取るっていうところで非常に大事だったところでねあそこのパットが投げる前にスタートしたっていうねノマバッとね でまあ、8回裏ね、ワンアウトで大和の、ね、センター抜ける打球を、菊池がダイビングキャッチからの忍者のように反転して、ファーストへの送球、グッグッグッ,グッあれは本当に、まあ、菊池らしい、もしくは菊池しかできない、まあ、素晴らしい、えー、プレーだったかなと、ピンチをね、えー、事前に防い,防いだ、まあ、素晴らしいプレーだったかなと、で、まあね、先発の野村、8回112球、まあ、6安打9三振、まあ、1つのフォアボール2失点というところでね、やストレートをね、しっかり。 投げ込めたっていうところがね、素晴らしかった。まあ、その中で、ツーシーム、スライダー、チェンジアップ、カットっていうところがね、よりいけたかなと。まあ、コース、低さ、制球力、グッドしかも、ストレートをしっかり投げたことによって、スベード球が生きた。まあ、そのね、素晴らしいピッチングの中で、まあ、5回ね、梶谷にツーラン、ホームラン、カットボールをね、まあ、打たれましたけど、あれはもう、打った方がすごい。あのね、胸元のインコースのしっかり投げたカットボールを、もう打たれたらね、まあ仕方ないかなっていうところもありますし、あれは梶谷のグッド 素晴らしいバッティング肘をたたんで、ね、腰の回転で打ったら素晴らしいバッティングだったなというところがありますね、まあ、あとはちょっと浜口がね、まあ、4回ね堂林にストレートをセンター前ヒットで鈴木誠也ストレートを、まあ、レフトへツーベースそして松山はスライダーセンター前ヒットということでねあの、まあ、これ2打点タイムで球がね全体的に高い。 この、堂林のストレートも鈴木誠也のストレートも高いし、で松山にはスライダー狙ったのが高めに入って打ち込まれるっていうところで、まあ、ちょっと全体的に球が高かったかなと。あと、それをね、見逃さずしっかり打った広島打線っていうところはね、まあ、逆に素晴らしかったかなっていうところもありますし、まあ、6回ね、堂林がフォアボール、でここでね、盗塁して、まあ、鈴木誠也はショートライナーですけども、その後山、松山がね、しっかりチェンジアップをライトでタイムリーした点というところでね、松山の活躍、グッ。 ねまあ、その中で4対2ね、素晴らしい勝利だったかなと、広島にとっても。で今日の試合、3対2で、ね、d n a の勝ちっていうところで、まあ、d n a のは、ね、2回裏、宮崎が、ね、出塁して、でワイルドピッチでセカンド行って、ネ井が、ね、レフトでタイムリー、これで、ね、すぐ追いつくっていうのが、ね、取られた後すぐ追いつくっていうところが、まあ、テンポ、流れ的には、まあ、非常に良かったんじゃないのかなと。でまああの 4回の裏ね、ね伊能尾が1・1・2からタイムリー打つわけですけども、まあ、ジョンソンが、ね、これ逆転タイムリーこれ初球、ね、まあ、外狙ったのが真ん中近辺に入って、まあ、それで伊野尾が見逃さずしっかり打ったっていうところは伊野のバッティングは素晴らしかったですけどちょっと広島バッテリー、ここね、卒ありすぎかなともうちょっと厳しくいかないとこのピッチャーに打たれて、まあ、逆転タイムリーで結局それで負けるっていうところでね、えー、ちょっと後悔ちょっとこう反省ちょっとこう隙が見える。 一応それでねあの負けてしまうっていうことになってしまうんで非常にもったいない、えー、敗戦だったかなと、まあ、その中でね、まあ、d n a で言えば、まあ、ピッチャーの交代劇っていうところがラミレス采配光ったかなと伊野尾をねスパッと変えて、まあ、対松山の、ね、対戦成績が悪いというところでもうパッと早めに出してもう松山に力で抑えるっていうねちょっと松山を合わせるのが、まあ、変化球コンパクトに合わせるのがバットコントロールあるっていうところで、まあ、動く球、えー、緩急っていうところよりも、まあ、しっかり力強いストレートを投げ で打ち取っていくっていうところを選択して、まあ、パッとんでいってしっかりそれをチャンスをねあ相手のピンチをね防ぐっていうところもありますしその後エスコバ国吉三島と、まあ、完璧なリレーで被安打はねエスコバの一本っていうところで、まあ、中継ぎがね素晴らしい活躍グッツ中継ぎ陣ナイスピッチングでしっかり最後にね抑えの三島が抑えて見事にね、えー、そこから、えー、いい形のリレーができて、まあ、d n a がねこの3連戦、まあ、いい形の試合ができたんじゃないのかなと思いますね。 え続いて阪神対中日、えー、火曜日5対1阪神、えー、水曜日11対3阪神で木曜日6対3阪神阪神の3打点ということでどうした中日っていうね、まあ、中日はね8月月間防御率1位エラーの数も一番少ないっていうところで、まあ、守り勝つ野球っていうところでなってきた時に、まあ、投手陣が踏ん張れないっていうところがねこの3連敗を。 招いてしまったかなと思います、ねまあ火曜日の試合ね、まあ、ピッチャー阪神高橋ね文句なしともうストレートカットスライダーツーシーム8回112球6安打5三振1フォアボール1失点もうほぼ完璧もうスーパーナイスピッチングということでね高橋のピッチングでね、まあ、中日はもうどうすることもできなかったと、まあ、2回表ねビシエドがライト前で高橋ライト前でノーアウト1三塁になってこの阿部のね643ダブルプレーで1失点ドラゴンズはここでね 一気に攻めたかったっていうところで、ここでわびはね、ダブルプレー取,取られてしまう、これが非常に良かった、結果、この1点しかね、取れず、まあ、負けてしまうっていう形になりましたけど、逆に高橋はね、ここをしっかり1点やってもいいから、ダブルプレーでしといたっていうところはね、勝ちに結びついたピッチングだったかなと思いますし、で、まあ打線においてはね、タイガースね、サンズ、ボーア、大山、サンズが4打数2安打1打点、ボーアが4打数1安打、2打点、1一方、大山4打数1安打、まあこの3人が打つとね、もう強い。 グッね、やっぱりこの3人というところが非常に、ね、打線を活発的にしているかなというところもあります。まあ、ドラゴンズはね、小笠原、3回裏3四四球で、まあ、ヨーカーに犠牲フライ打たれて、サンズに、ね、ライト前で2失点、初回ね、上本の盗塁をナイススローでね、軍司、刺しましたけど、5回裏ね、近本がライト前ヒット、で盗塁ね、軍司が悪送球、3塁いって、ヨーカータイムリーヒットで1失点とか、でまあ、6回裏ね、大山がセンター前ヒット。 でそのにまに、まあ、このセンター前ヒットもね、ツーストライク後、高めの真ん中、高めに投げてしまうっていうね、もうちょっとコース狙おうよ、それがもうちょっと高めに行こうよっていう中途半端な形でセンター前ヒット、でボ腕にね、初球ほぼど真ん中を、まあ、宇宙間にね、まあ、ツーランホームランを打たれるっていうね、ちょっと制球、全体的に制球が安定しなくて、ストライク、ボール発揮してたかなっていうようなね、小笠原の投球の感じにも思いましたし、まあ、軍司もね、初回に上本を刺した、ないスローはありましたけども、まあ、その後ね、近本が盗塁したと には若干、終わってダ落送球で三塁行って、その後、失点招くっていうね。ちょっとちぐはぐさがね、ディフェンス面もあったかなっていうところで、火曜日の敗戦にね。ドラゴンズは至ったっていう形ですし。まあ、あの、水曜日はもう十一対三とね、もうタイガース打線爆発というところで。まあ、これはもうね、一番、二番、三番の、一二、三番の差で、勝負がついたかなと。まあ、阪神はね、近本が四打数二安打、木浪五打数三安打三打点。ようかがね、五打数二安打三打点。超、まあ、五回にね、あの、ホークを打った。完璧なホームラン。ようか。 네. <목소리도> 素晴らしいホームランだったかなと思いますし逆にドラゴンズはね大島が4打数ノーヒット平田が3打数ノーヒット1フォアボールでアルモンティが2打数1ダー21球とねこの123番のこの明暗がね結局勝負についた形になったかなと、まあ、あとねボーアがない2本のホームラン、まあ、真ん中のホ,ホークと外のストレートでホームランを打ちましたけどやっぱりインコースのストライクをしっかり投げきれないとボーアはちょっと打ち取れないかなと外の出し入れだけじゃボーアのバッティングされちゃうんでやっぱりインコースにストライ しっかり投げていく。 まあこの試合も福谷が、ねまあ、あのインコースにしっかり投げた打席っていうのは三振、そしてセカンドゴロ、ね、これはピッチャー岡田の時でしたけど岡田がねボンボンボンとストレート見続けてそれセカンドゴロになりましたけどもやっぱりボーアはねインコースのストレートをしっかり投げれるかどうかこれがね後ろに決まる、これは、ね、あの今日の試合負けましたけど柳がボーアに対しては1打席目からしっかりインコース投げれたんですよね、で三振、見逃しね、で結果は最後1本、ね、ライト前打たれましたけどインコースしっかり投げとけば長打を抑えられると思うんですよね。そういったところ れは他の球団もね防波対策としては、まあ、こういった形を取ればあそんなポン,ポン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 ホームランを打たれないかなというところもありますし、まあ今日の試合ね、ね柳立ち上がりは本当に素晴らしい、まあ、5者連続三振もありましたしもう本当に素晴らしいピッチングオードラゴンズ初回に点も取ったしこのまま行くんじゃないのかというところでね、まあ、3回の表、近本にねデッドボールこれでちょっと流れ変わったかなとで木浪はねレフトへツーベースでノーアウトに3塁になって、まあ、4回三振したあと3塁にね ストレートボールボールになって3球目もストレートほぼど真ん中をね宇宙間にスリーラン逆転打たれるわけですけども外国人選手にツーボールからど真ん中のストレートはまあないっていうね火曜日のね試合からこのサンズはストレート系をヒットに打ってて変化球系っていうのは結構打ち取られてるんですよねツーシーム変化球っていうところは自分のバッティングをさせてもらってないっていうところでこの3球連続ストレートを続けたっていうのはちょっと疑問。 あのなんでそれを続けたのかなっていうところで,でしかもそれまでねビタビタに決まってる変化球も請球悪くないっていうところでこのストレートを3球選択したっていうところはちょっと謎の配球だったかなっていうところもありますし、まあ、6回表ね、まあ、サンズがレフトに2打席連続打つわけですけどもまリーツのカウントからねもうど真ん中にカットボールっていうねサンズの時だけど真ん中みたいなね他の時にはしっかり投げれてるのになぜかね真ん中に集まってしまうっていうところがねサンズへと結果 が、まあ今日の試合のね、明、ま、暗、あ、がついちゃったかなっていうところもありますし、今日はね、サンズが4打数2安打4打で2ホーマーとね、しっかりとした形で勝てたと。あとはドラゴンズとえば、やっぱ初回ね、2点取っておいたところで、まあ、ツーアウト1、塁で、まだチャンスがついてるところで、阿部がね、牽制アウト。あれが非常に流れを変えたかなと。あそこでもう1点ね、まあ、取れなかったかもしれないんですけど、あれで若干、 あの初回のもう一講師の、えー、流れをね費やしてしまったっていうところでねちょっと反省点バッとっていうところでもありますしまあ,あのタイガースはねおばたが。 プロ入り初ヒット10代で、えー、浜中以来の10、えー、何年ぶりの記録だそうで、まあしヘッドスライディングで高走塁も良かったしちょっと守備ねエラーもちょっとボタボタしたところはありましたけど、まあ、頼もしいねタイガースとしては選手が出てきたし、まあ、今後の、ね、プレーも期待したいと思いますね。まあ、というところが、まあ、阪神の、ね、3連勝という形になりましたね。 さあ、続いてパ・リーグ、えー、西武対日本ハム、えー、火曜日3対4日本ハムそして、えー、水曜日5対8日本ハムそして今日8対7で、えー、西武のサヨナラ勝ちっていうところになりましたけど、まあ、2勝1敗で、えー、日本ハムが勝ち越し、えーまあ、火曜日の試合はね、まあ噂が6回2失点低めの請求もグッ、ねまあ高めにね強い球もいったところね ありましたし、まあ、初回のね、立ち上がりもね、ほん素晴らしかったね。鈴木を三振、そして源田ピッチャーゴロね、森ピッチャーゴールというところで。まあ、立ち上がりね、本当に素晴らしかったというところもありますし。高めを意識させて、低め落とすっていうね、この工程っていうところがね、非常にじいた素晴らしいピッチングだったかなと思います。まあ、日本アームとしてはね、まあ、初回、えー、ツーアウト一三塁ね、バッター渡辺ね。初球のストレート、センター前タイムにね、さすが直球破壊王子というところでね。いい形で、えー、得点をつけたというところもありますし。まあ 2回表ね、ビア・ヌエヴァが、ね、レフトへツーベースで、清水がバンドで送ってあ、中島がね、ここでスクイズということでね、まあ、ビア・ヌエヴァのスタートが速い、ホームシールかっていうところのね、形になりますけど、スクイズで、ね、きっちり1点取るっていうところでね、ナイス、作戦もナイスだし、バンド、走塁もグッ、ねで。そして2アウトになって、まあ、そこからもね、大田がライ。 センターへのツーベース、そして松本がスリーベースということで、まあ、西から、ね、しっかり得点するというところも、ね、そつなく、取れるときにしっかり取る。ね、で5回裏、ね、2アウト満塁で あの打者、外崎、でホークがワイルドピッチになって失点してしまうわけですけど、日本ハムの守備陣ね、まあ、清水、ここをブロッキングの姿勢なくミットだけで行ったっていうところでね、ばっと、あれをしっかりブロッキングの形にいって止めにいっ止めれる、そのね、準備不足っていうところがね、ワイルドピッチ、止めれなかったことがね、まあ、結びついてるのかなっていうところもありますしね、まあ、そういったところはしっかりやっていきたい。でまあ、西武としてはね、この7回、まあ、ワンアウト一塁でね、森がストレートパスボールしてね、ばっと、森、どうしたか。 いうところもありますしでその後ね西川がライト前タイムリーヒットで4点目、結果的にねこの1点が大きかったなと、バスボールをしてからのライト前タイムリーの4点目、結局これがね勝利に結びついた1点になってしまったとね、まあ、高橋コーナーもね序盤3失点でね粘って6回3失点、まあ初回3失点はしましたけど粘り強くね投球できたっていうところは、まあ素晴らしいピッチングだったかなというところでね、ねまあ、ミスも響いてね。まあ あの西武が、えー、1点及ばず負けてしまったとっいうところもなりますし、まあ、日本ハムとしてはねビア・ヌエバーが初回で、ね、7月15日以来スリーランホームランビア・ヌエバーグッとねこの活躍というところで、ねまあ、ハムとしては続けていってもらいたいというところですよねで、まあ、水曜日5対8で、まあ、日本ハムというところで、まあ、西武はね、榎田が2回表ツー、まあ、アウトから、ね、西川ライト前ヒット中田フォアーボール渡辺フォアーボールツー、まあ、アウト満塁から太田、えー、センターでね2点タイムリーヒット でビアネーバーがフォアボールでピッチャー田村に交代して清水に、ね、ライト、えー、2点タイムリーってねやっぱフォアボール多いと。 結局、フォアボールでチャンスを相手にやって、結果、最後1本で決められる、まあ、日本ハムとしてはね、そこをしっかり決めきったっていうところがね、まあ、得点に結びついた、ね、素晴らしい戦いだったし、まあ、そのね、西武に3回で7失点、正直、今の打線だとね、きついかなと思ったのがね、水曜日の試合でしたし、まあ、日本ハムとしてはね、5回、栗山のね、ライトへのタイムリー、スパンジェンバーグ、スリーラン、ツーアウト、二塁、鈴木のピッチャーゴロをね、加藤、ファーストへワンバンで中田がね、まあ、エラーしてタイムリーになるんですけども、まあ、こういったところもしっかりやってきた。 でも、あの中田のプレーは、あれ難しい、そんな簡単じゃない、もうちょっとピッチャーの方がね、しっかり投げ、ノーパンに投げるか、ワンパンももうちょっと手前から投げるかね、してやる必要はあったかなと思った戦いでしたね。で、今日の試合、まあ、初回ね、西川がライトへツーベース、でね、それもね、木村がちょっとちんたルした形で、ツーベースしてしまうというところで、ね、油断隙がある、バーンと。 というところもありますしでそれから、ね、結局、中田がツーランホームラン打つで、えー、2回、太田が、ねえー、ライトへホームラン打って 2, 2得点1、2回で4得点してしまうというところが、ねまあ、昨日の流れを組んで序盤から厳しい戦いになりましたけども、まあ、西武としては、まあ、6回、告げの、ね、プロ入り初ホームラン、告げ ググ、ッドバッティングナイスおめでとうっていうところもありますし、まあ、9回ね山川がサヨナラ2点タイムリー打ってしっかり勝ちきったっていうところはね一気に悪い流れだったところをねまあ、山賊打線復活かってねこういう戦い方がね西武の戦い方かなっていうところもねあってまあ素晴らしいね結果に繋がったんじゃないのかなと思いますね。 え続いてはソフトバンク対オリックス4対、えー、火曜日は4対0ソフトバンクそして4対3でソフトバンク4対2でソフトバンクソフトバンクはカー水木、ね・スイーモク3連勝という形になりましたけど、まあ、火曜日の試合、ねまあ、オリックスのピッチャー山本も、ね、25回連続三振グッと、ね、記録を作りながらまあ戦ったとっいうところはありますけど、まあ、敗戦。 まあ、オリックスとしては、ねまあ、2だっというところを背えてさすがに2安打でねさすがに無理だなというところもありましたけど千賀、まあ、に対して、ねまあ、あ,のあれほど低めのボールのフォークボールを振ってしまうとそれは千賀ペースになっちゃうよと、まあ、ロッテなど千、ね、賀、まあ、を打ち崩しているチームっていうのはやっぱり低めをしっかり言い逃して高めに浮いたところを仕留めるっていうところをやってるんでちょっと低めの変化球ともに低めのボール球を、ねまあ、あの振りすぎかなと千賀に対してもうそうなると千、ね、賀、まあのペースになってしまうかなっていうところもありますし まあ高めも、ね、ストレートし留められず低めの方向を振ってしまうという、ね、千賀の術中にはまったかなと、まあ、あとは、ね、5回裏、マキアが、ね、あのセンター前ヒットを打ってワンバウンド、ね、前ちょっと弾いたところをすかさずスタートして2塁へそして中村明がスリーボールツーストライクからもうしっかりセカンドに、ね、進塁打を打つ柳田がセンターフライ犠牲フライで先制するでその後グラシャルが、ね、ホームランを打つというところでもう好きな攻撃を、ね、この山本に対して連打は無理やと。 そんな連打でポンポン取れないと。 でも、そういった少ないチャンスを、進塁だとかね、ちょっと弾いたやつを隙なく走るっていうところをね、相手のミスをついて、えー、そつないことをして、ヒット1本で犠牲フライで点を取る、でその後グラシアの、ね、一発っていうね、効率のいい、非常にいい戦いをできたね、火曜日の試合だったかなと、でまあ、26日ね、4対3でソフトバンクというところですけど、まあ、オリックスはね、田、ま、島、あえー、素晴らしいピッチングだったかなと思います、基本的に。まあ、その中でね、高谷、松田、この2発いなくというところでね、高谷はね、アウトコース高めのストレートにホームラン。 ホーームランバッターかっていうぐらいのね、まあ、素晴らしいホームランでしたし、マッチは、ね、フォークボールをしっかり打ちにいくっていうねところでしっかりしたホームラン、素晴らしかったかなと思いますけど、この2発にね立場としては泣くことになったかなと、まあでもねその中でも柳田をね抑えた打席というのは非常に素晴らしかったかなと、まあ1打席目はねカーブを空振りで、ストレートボールでツーシーム、フォークで三振、で2打席目は、ね、フォーク、ストレート、カーブでレフトフライ、で3打数ノーヒットヒッ,ヒッチフォアボールとね柳田に対してはしっかりした投球ができてた、まあ全体的にもね、い,い投球 できてたんじゃなないかなと、まあ、6回は、ね、圧巻でしたね、川島を、ね、カット、スライダーアップ、ストレートで三振、川瀬をストレート、フォーク、ストレート、ストレートで、まあ、空振り三振、で高谷をカット、カット、ストレート、スライダー、ストレート、ストレートで見逃し三振、この三者連続三振になってね本当に素晴らしいピッチングだったとっいうことを考えると、まあ、田島のピッチングは良かったんじゃないのかなというところもありますし、しかし攻撃側でねやっぱり6回表、ツ、まあ、ー、ね、アウト、一塁でランナー、福田がね牽制アウト。回もウト塁でランナー け牽制アウトっていうところで、まあ、こういったところをやっぱり開幕からもそうですけどこういった細かい野球やっぱり監督が変わっても選手としてはやっぱこういったところをしっかりやっていかないと、まあ、流れをね自ら引き離すっていう形になるしこの2つのね牽制アウトはバーッと。 っていう形になりますよね9回ねサヨナラの場面ワンアウト1でね中村が、えー、ライトへサヨナラスベースを打つわけですけども、まあ、ライト西はが、ね、フェンスギリ,ギリギリでジャックルしてカットマンにも悪送球で、まあ、ホームインさせてしまうんですけれども、まあ、そもそも、まあ、タイミングはね、まあ、ギリギリだったんであれジャックルしなかったらホーム回らなかったんじゃないのかなホームどうだったかなっていうところはありますけどそういったエラーがつかないちょっとずつのミスっていうのをねやっぱりオリックスは改善していく必要がね、まあ、監督が変わったと してもあるんじゃないのかなと非常に思いましたしもしあの打球を完全にホーム1塁から返ってくるんであれば守備位置にかなり問題あったんじゃないのかなっていうところはありますけどちょっとそこら辺の細かいのが映像で見えなかったんでちょっと残念なところはありますけどもちょっと疑問に残るね最後のプレーでしたねでまあ今日はね4対2で、えー、ソフトバンクが勝ちというところでね山岡が、えー、久しぶりの、えー、当番という形になりましたけどもまあ敗戦というところでねまぁ、あ、体ソフトバンク、まあ 今日入れたら、ね、0勝5敗というところでちょっとソフトバンクに対して相性悪いのかなというところもありますし、まあ、やっぱりオリックスが、ね、勝つチャンスがあったとっいうところで考えると、まあ、9回、ね、ノーアウト満塁。 になったところで4対1 3点差ここでジョーンズがね、4六6 3ダブルプレーで,で、その後、と代打、T ・岡田がね、セカンドフライ、このノーアウト1塁で1点しか取れなかったっていうところで、もうこれラストチャンスっていうところでね、あそこものにしたかったかなっていうところはありますね。で、まあ逆にソフトバンクはね、笠原が先発で、5回しっかり投げて、えー、勝利というところでね、まあ、前回もね、4イニング投げて、まあ、前回に続きね、非常に素晴らしいピッチングだったなと思いますし、キャッチャーの回がね、もう5号ホームランというところで、まあ、前夜はね、高谷がホームランを打ち、まあ、今夜はた ホームランを打つというところでねこのキャッチャー2人の活躍っていうところもねなんか見てて面白いなっていうね個人的に思いましたし7回ウォーミューがねダメ押しのホームランっていうところでね、まあ、オリックスがね、まあ、3連敗。 というところで、まあ、監督が変わってね、先週はいい形で勝ちましたけど、まあ、今週はね、これで3連敗になってしまった、まあ、今後どういう戦いになるのかっていうところはね、まあ、選手たちがね、やるべきことをしっかりやっていくことが必要だと思いますし、ソフトバンクはね、3連勝して、まあ、次戦もどういう戦い、首位固めというところになるのか、まあ、注目していきたいと思いますね。続いて、えー、楽天対オリックス、25日4対8でロッテ、そして25日0対2でロッテ、そして今日が15対0で楽天ということで、まあ、2勝1敗でロッテの勝ち越しっていうところでね、 まあ,あのまあ、火曜日、水曜日のもう合言葉はこれです。取れる時に取ってないから負けるんだよ。 っっていううとところがね、もうしっくりくるかなと、まあ、楽天としてはね、まあ、火曜日の試合に 2, 2回裏3点取ってなおワンアウト3塁で辰巳が三振そして小深田ショートフライで3回裏1点取って無失点2塁から島内3塁ゴールで進塁ロメロフォアボールで渡辺がワンアウト満塁でピッチャーフライで太田三振ということでここでしっかり取っておいたらさらなる追加点取っておいたら、まあ、7回の一気に5点っていうのはなかったかなと、まあ、ピッチャーシャギアが、ねまあ、ボールの動きも少なくコントロールも悪く 甘くね真ん中近辺に当たって、まあ、それをねロッテ打線が見逃さず集中だこれがねこういうとこができるのがこの最近のねロッテの強さを物語っている8月のね相手の隙を見逃さない素晴らしいねバッティングのつながりだったなと一気に5点取って大逆転4対8でねロッテの勝利25日の試合も取れる時に取っとかないから負けるんだよ楽天っていうところでねまああの和子井がねホームラン2発以外ね本当に素晴らしいピッチングだった、まあ、2点でねまあ自分のピッチングはできたんじゃないのかなっていうところで、まあ、チームはね0ね というところでさすがにね、連勝記録はストップっていうところもありますけど、まあ、初回ね、小深方がレフト前、第一がライト前、でワンナウト一ス、スンドでね、浅村が三振、もうね、小島に対してチェンジアップ、全くタイミング合わず、まあ、この試合に三振っていうところもありましたし、まあ、その後島内がレフトフライ、で続く2回ね、ロメロ、あレフト、和田、センター、福田がね、両者がよける形になって、取れる球を落として、ツーベースで出る、そしてね、田中がね、三振、進塁打を全く打とうとする気もせず、えー、空振り三振。あそこ は新進塁打でしょうっていうね、その前の2回の表にね2点取られて1点でも返さなきゃいけないっていうところで、えー、相手がチャンスをくれたノーアウト2塁で普通に打ちに行って三振、下鶴三振、で太田が内野安打で出て、結果小深田シところで無得点。こういったところで、まあ、楽天としてはね、考える野球を推奨してるということを考えれば、田中和樹がね、考えたバッティングをしてもらいたかったかなと、最低進塁打をね、打つような意識っていうのが全くなかったところは非常に残念ならっていうところはあります。まあ、そういっったところがねやっぱり 2戦連続取れるときに取らないから負けるんだよっていうところがね、まあ、なりますし、まあ、レッドとしてはね、小島が7回5安打11三振、まあ、無失点、まあ、ストレートチェンジアップのコントロール抜群、ミスコントロールほぼなしっていうところでね、まあ、楽天打線はチームオーダーもなかったかなの、なかったのかなっていうところでね、まあ、あのストレート、チェンジアップ、変化球にどちらにもね、的を絞りきれず、どっちに的を絞ったのかもわからない形で、まあ、完璧に抑えられてしまった、まあ、もちろん素晴らしい投球だったんで、なかなか打てる要素はなかったですけども、 まあその投球を導き出した柿沼、ナイスレード、ね、ナイスレードっていう形でね、まあ、バッテリーの、ね、2人の、えー、共同作業、素晴らしいピッチング、まあ、大島のピッチングはね、僕が大島が入団してから、一番良かったんじゃないのかなっていうぐらいね、素晴らしいピッチング、大島、グー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 、ナイスピッチング、ね、次回もね、えー、続,い続けたクロスファイヤーのストレート、チェンジアップの緩急というところもね、えー、続けていってもらいたいなと思いますね。今今日日のの試合15対とというところで今日のです 取れるときにしっかり取るとこんな感じになりますというところでね、まあ、15対0ということで、浅村にホームランも出たりしながらね、まあ、しっかり勝ち切りましたけども、まあ、楽天としてはね、岡島がまあ2年ぶり、スタメンで初、ね、今季初出場ということで、3安打猛打負けかなりでね、岡島もね、いろいろ、えー、苦しかったところはありますけど、3安打猛打賞、ナイス、よく頑張りました、グッグッグッ、ね。 今後の期待ねバッティングホームも若干変えてて、僕、個人的には好きなバッティングホームではありますけどね、今後の期待もね、ここの活躍も期待したいと思いますし、まあ、松井裕樹がね、今季初勝利ということで、まあ、1安打11三振、まあホームも安定しましたし、腕の振りと同じ形のボールが出ていったっていうところでね、非常に、えー、ホームのバランス、えー、安定感、えー、力強さ、えー、キレ、素晴らしいピッチングだったかなと。ちょっっとねねでででも投手陣苦しいい中でここれれ松井が、ね、先発で回って形を つけられればね、まあ、今後、投手陣の厚みというのを増しますし次回登板もね非常に期待できる、えー、内容の濃い、ね、ピッチングだったかなと思います、えー、ロッテとしてはね投手陣全員で、まあ、10フォアボール1デッドボールと、まあ、岩下がね4つのフォアボール1デッドボール長野が 2, 2つ小野が1つフローレスが3つというとことでね、まあ、それまではね相手のミスを突き込んで勝っていったところがまあ自らが、ね、10個のフォアボール1個のデッドボールという形で、まあ、チャンスを与えてしまってでそこを物見ることに、ね、連打を食らったという。 と,いうところで、まあまあこうなったら仕方ないというねしかもまあ打線もね藤岡の1アンダーのみなんでねまあ完敗という形でしたけどもまあトータルで言えばね2勝1敗でロッテが勝ち越したっていうところでねまあロッテとしては素晴らしいこの3連戦になったんじゃないのかなっていうところがありますということでまあこれでねまあ以上全チーム総チェックやってきましたけどもまた休んだんでねこっからもしっかり、えー、全試合総チェックやっていきたいと思います次回は月曜日お楽しみにご視聴ありがとうございました高評価忘れずにグッドボタンお願いします あ、チャンネル登録忘れずに。